今月二十二日、鹿ナヤ市の海上自衛隊鹿ナヤ航空基地でアメリカ軍の無人偵察機が滑走路を外れオーバーランしたことについて、塩田知事は今日の定例会見で大変遺憾とし、原因究明と再発防止策を求めました。まあ皆さん不安になるような事故ということについては大変遺憾なことで、今月二十二日。 鹿野屋市の海上自衛隊鹿野屋航空基地で、アメリカ軍の無人偵察機 M99 が滑走路から外れて地上設備に接触し、滑走路脇の草地に停止しました。事故によるけが人はいませんでしたが、状況確認などのため、滑走路がおよそ3時間閉鎖されました。塩田知事は事故について大変遺憾とした上で、 原因究明と再発防止策を求めました。場所によっては重大なことにもなりかねない、まあ、そういう大きなこととしてですね、受け止めて原因究明等をしていただく必要があると思っておりますまた、きょうの定例会見では、仙台原発の運転延長の賛否を問う県民投票に関しても発言がありました。 反原発の市民団体は、県民投票の条例案を提案するために必要な2万7000人を超える5万人余りの署名を集めたことを発表していて、現在、各市町村の選挙管理委員会が審査を行っています。これについて塩田知事は、来月開会される9月議会までに署名数が確定すれば、条例案を提案する意向を示しました。